小手です。ということで今日は水、水です。今日ちょっと水を飲むようにしてからいろいろ起きてる雑談します。雑談しますので、なんか他事しながら、洗濯物干しながらとか、料理作りながらとか、ご飯食べながらとか、もうなんか流し聞きでいいのでちょっと雑談聞いてください。もうね、いろいろあるんですよ。こっちにも。こっちにもいろいろあるんですよ。もう本当に。ということで今日はね、水を飲みながら、やっていきますね。すいません。まずね、水話1としまして、僕ね、代謝めっちゃいいんですよ。ねえ、代謝めっちゃいいんですよってやつから始まる話なんですけども、もうなんか喋ったことあるかな？大学の時はさ、すっごい、まず大学の時ですら代謝が良かったんですよね。代謝がすごく良くて、もうちょっと何したらもうびちょびちょみたいなね、サッカーのね、小学生のこともサッカーやったらもうめっちゃ汗かくみたいな感じだったんですけども、汗って代謝がいいとよくかくって言うじゃないですか。だから汗かくために代謝良くしようとか、汗かくためにその代謝良くするためにサウナ行くとかね、なんかそういうのいろいろあると思うんですけど、代謝が良くなる行為として筋トレをするね、筋肉をつけるとか、まあ普通に太るとか、いろいろあるんですけど、その中に水をねいっぱい飲むっていうのもあるんですよ。こう水を飲むことでこう水の循環が良くなって代謝が良くなるみたいなね、なんか言うんですけども、僕まあその大学の時よりかさ、筋肉もついてきてね、筋トレもし始めて、でまあ普通にね運動不足によって太ってきたりとかしてる。だからただでさえ代謝がいいのに、さらにそっからもうやばいのね、今やばいのね。でなんか水を飲むと健康にもいいみたいな聞いたので、水も飲み始めてて、今もう多分日本で言ったらもう3本の指に入るぐらい代謝がいいんですよ。まあ、代謝がいいって言ったら聞こえはいいんですけど、要するに汗かきなんですね。もう本当に嫌だ。本当に嫌だこれ。僕なんか最近もう人にあんまイライラしなかったんですよ。なんか人が何やっててもまあまあまあ別に人のことだしみたいな感じで流せるようになったんですけど、もう汗にイライラしてるの今年が初めてなの。皆さんもいないかな、代謝なんかすごくて汗かきの人でさ、もう汗にイライラするの。だって普通さ、今日運動する日だからちょっとね着替え持ってこうとか思うでしょ。もうどっか到着した時にはもうびっちょびちょだから、本当に嫌だこれ。びっちょびちょで、びっちょびちょだからさ、なんかしかももうついてからも、なんかまだ引かないの。もう俺は全然熱くないって思ってるのに、汗引かないの。びっちょびちょ。で、びっちょびちょで何が嫌だかっていうとさ、別にびっちょびちょだけならまだいいんだ。びちょびちょだとこう、例えばこう服に汗染みができたりとかさ、あとシンプルにね、もう汗こう見えて、で、タオルも持ち歩かなきゃいけない。第一ね、汗染み。第二、タオルも持ち歩かなきゃいけない。ね、第三に、その後匂いの問題が発生する。これもう今、この服もなんかもう臭いもん。なんか臭い。なんかこの綿かな、綿かなんかの服って汗のなんかやつをちゃんと処理しないと、どんどんなんか雑菌が蓄積してなんかすぐに臭くなるらしくて、もうね、いや、なんかよく夏派と冬派っているじゃん。なんか誰々さんって夏派ですか冬派ですか。冬派だけだろ。夏派なんなん。その暑いことに対するデメリットとさ、寒いことに対するデメリットの差がもう歴然としすぎてて、暑いことと寒いこと自体は別に互角だとして、寒いことは別にいっぱい着なきゃいけないくらいやん。他なんかある？寒いことでなんか、まあもちろん寒すぎるとその凍死しちゃうとかあるけど、そしたら熱中症もあるしね。こっちとらこっちとら熱中症あるし、で寒い場合は運動すりゃいいし、運動したら暖かくなったりとかさね、まあ着重ねたら暖かくなったりとかするけども、暑いのはもう全裸になっても暑いもん暑いし、で汗かく、匂い、見た目、その処理のなんかいろいろ、なんなの？あ、秋、冬、春だけで一年回せよ。なんなん夏。いる？夏って。夏によってなんかいいことある？秋、冬、春の3期で行ってほしい。本当に。ちょっと、だいぶ、話それた。だいぶ反れちゃったかもしんないんだけども。とにかくね、そのまあ水をね、飲むようにしてから、まあジュースとかなんか、水買うとかね、まあ他のそのなんか飲み物買うお金もないので、もうね、水道水を冷やして、もう飲んで、毎日ね、2リットルはなくなってますね。2リットル以上飲んでるってことなんですけども、まあ健康にはいいのかもわからんけど、本当に汗がね、イライラするっていうお話です。まず一つ目は、はい。まあなんかダイエットにもなるみたいなのもなんか言ってましたね、なんか、はい。で、まあ汗かくことでさ、こう服臭くなるから、その臭くなる服、なんていうの、
洗濯した後は全然いい匂いなんだよ、服全部なんだけど、すぐに臭くなるの、自分の汗に反応してすぐに臭くなっちゃうみたいな。で、うわ、それ嫌だなと思って、で、最近もう汗かきすぎて、もうこいつは自分でもわかるぐらい臭いの。もうこれもちょっと今香ってんの、ね、でももっと汗かいたり、今日はまだ室内だったからいいんだけど、もっと汗かいたって人かって、もうやっばい臭いの、自分でも。自分で臭いってことはもう人やばいじゃん。で、それはやばいと思って、いろいろ調べて、服の匂いを消す方法みたいな調べたのね。そしたら、酸素系漂白剤がいいみたいな。酸素系漂白剤になんかつけていろいろやると、そのなんか匂いの元消えますみたいな感じの書いてあって。で、まあ一応注意書きとして、こう、タグ見た時に、漂白剤に×って書いてあったら、まあ使えませんよっていう感じ、さらっと書いてあって。で、こう、服をさ、もう集めて、で、もうその日にアマゾンでポチって、次の日ぐらいに届いて、よし!この臭くなった服、しかもお気に入りの服も何着かあるんで、もう全部やるぞって、今日全部やってやるんだと思って、このタグ見たら全部三角に×で漂白剤ダメなの。何それ?何それ?え、そんなことあんの?大体その素材でさ、匂いつきやすいやつ決まってるんでしょ?で、塩素系で対応してくださいでしょ?で、全部×。何それ?なんかもっと大きく書いとけ。サイトもサイトで。だいたい×って書いてあるんでダメですみたいな。なんかダメなこと多いので気をつけてくださいみたいな。書いとけよ。なんかね、綿、なんかなんだっけ?なんかね、この綿じゃない素材のポリエステルかなのやつは、もうなんか一回すっごい汗かいた日があって、で、うわ、これまた絶対臭くなってるわと思って、こう、嗅いでもらったの、友達に。これ臭くなってるでしょみたいな。いや、全然いい匂いだよ。僕ちょっとなんかアロマジュエルみたいなやつ、なんか、なんていうの、ビーズのやつ、香り付けビーズみたいなやつやってるから、最初はいい匂いなの。で、めっちゃ汗かいた、もう夜ぐらいもいい匂いしてたらしくて、だから、こう、そんな違うんやと思って、この素材で。で、その素材のこの綿っぽいやつ、全部全滅。何それ?どうしたらいいの?なんか50度以上のやつにつければいいみたいな、他の方法もあったけど、それもダメだったし、どうすればいいの?買い替え。お気に入りの服結構あったよ。買い替え、これ。あと僕、服買うお金ないから。もう僕のショート見てたらわかるでしょ、皆さん。服一緒やなって。服一緒やなってわかるでしょ、みんな。もう、たまに一着買えるかどうかなのよ、僕お金なさすぎてね。そう、だからもう特にこの半袖ってさ、冬も一応さ、この半袖にちょっと羽織るとかあるから、半袖ってめっちゃ着るくせに、ストックがなさすぎてさ、変になっちゃうね。T シャツ買わなあかんね。え、水の話だよね、今日。今日水の話なので、まあ、最後に水の話するとですね、僕は水道水で十分です。なんかね、ウォーターサーバー買ってる人とか、なんか水の2リットルのやつ買ってる人もいるんだけど、水道水冷やしたら全然飲めるよ。なんかね、ぬるくなったら確かにちょっとあれなんだけど、でもぬるくなったらもう全部あんまり好きじゃない。冷たければね、水道水全然いけますよ。もう大丈夫やろ、日本。僕はもうずっと水道水で飲み続けております。ということで、水会でした。